大谷の6週目の長い人です。明日は、しっかり内容のあるいい試合をして頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。以上です。大熊ジムの田中城です。明日は新世代の到来、期待しててください。テンション上げていきましょう。